こんばんは。なんかちょっとお久しぶりです。なんかね、先週の金曜日から、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムを、プレイしてまして、もうなんか、ずっと、もう夢中になってやって、ちょっと今、編み物お休みしてるって感じです。ただ、このゲーム来る前にね、見てください。袖に入ってまーす。全体像はまたね、ちょっとなんか壁とかにかけた写真とか撮ろうと思うんですけど、こんな感じで、またぎ、かぎ針のまたぎは、これ右袖かな？右袖のここまで行ってまーす。なんで、ちょっと貯金っていうか進んでるので、今はちょっとゲーム楽しんでやりつつ、で、また合間合間に編み物していこうかなと思ってます。で、金曜日と土日ゲームやって、月曜日も帰ってきてゲームやって、で、今日も朝早く起きてゲームやって、で、ちょっとなんか ちょっと疲れてきたかなって感じです。ゲームやりすぎて なんで、ちょっと今日はビデオ撮って、今どういう状況っていうか、近況報告、ちょっとしようかなと思って、ちょっと短い動画を撮ろうかなと思いました。はい、まあ、元気にやってます。まあ、ゲームがね、本当にめっちゃ楽しくて、もう何もせず、一日中やってたい。もうずーっとやっときたい。ぐらい楽しいです。でも編み物もしたいし、紬とかね、もしたいし、いや、本当に時間もっと欲しいです。でも今は、ちょっとせっかくゲーム来たとこだからね。ゲームちょっと楽しみつつ、他のことも合間にやっていこうと思います。はい。っていうね。ここもね、この正面が、プロジェクターの、画面とこなんだけど、こういうちょっとゲームステーションみたいなとこを、まっちゃんに作ってもらって、なんかもうゲームを、なんか万全の体制でできるように、環境も家の環境ね、整えてもらってます。めっちゃありがたいです。まっちゃんありがとうございます。はい。ということで、またゲーム楽しみながらいろいろやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。はい。ということで、近況報告でした。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた。次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバーイ。